さあ始まりましたダパンプ友のアメリカンチャンネル、アメちゃんということなんですけれども、本日もここを私のお部屋からお届けしようと思っております。さあということで今日はですね、歌コンね、NHK の歌コンさんに、生出演してきて、その後そのまま、熱気冷めやらぬ状態のまま帰ってきてまた回しておりますという感じで、ここ最近ちょっとね、あの番組出演した時の感想トークだったりとか、裏側のちょっとしたエピソードなんかをアメちゃんでお届けしているんですけれども、ちょっとね最近多くてすいませんね。これあの編集する方も、結構ね生放送ね直後ね動画をお渡しして、それを編集してすぐ出してくれるという形で本当に、ね、スタッフさんあってのアメちゃんだとつくづく思っておりますけれども、まあそんな中、出演者目線で、いろんな、情報をお届けできればいいかなと思っております。さあということで、今日もアメちゃん始まるよ。ジャパン友のアメリカンチャンネル。さあ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 と、いう感じで、今12時前ぐらいですか、うたコンさんの生放送終わって、その後ねちょっと私もう一本お仕事がございまして、メンバーのきみちゃんとラジオの方に行きまして、1年に1回ぐらいこう出させてもらってるナックファイブのジョイくんがねやってる番組ですね。今日はちょっとアシスタントに、橋休めさんもいたりなんかして、わちゃわちゃトークをやってきましたという流れのまま、ここ自分の部屋で回しておりますとこういう形になってますけれどもね。どうですかね、最近のこの番組感想トークは需要があるのでしょうか。私分かりませんが、なんかこの出演者ならではのちょっとしたエピソードだったりとか、なんか楽屋の雰囲気とか、なんかそういうのが伝われば面白いかなと思ってやっていますけれども、今日はNHK の歌コンさんですから、もうね結構何回も出させていただいて、NHK さんめちゃくちゃお世話になっている私たちダパンプですけれども、今日もですね、もちろんのごとく明日発売ですね、今日フラゲ日になってるのかな、7月23日、今日現在はフラゲ日になっていますけれども、ニューシングルパンプイットアップフューチャリングタクマザグレイトというね、タクマをフューチャリングに迎えたブレイキンのね、JDSF のブレイキンアンセムソングになっておりますから、まもなく始まるパリオリンピックブレイキンを盛り上げるべく応援ソングですから、ここ最近はこの楽曲で TV ショーの方に出させていただいておりますけれど、なんと番組のラスト鳥を飾るパフォーマンスということでやらせていただきました。ありがとうございます。歌子さんいつも呼んでくれてありがとうございます。本当に感謝でございます。で、歌子さんといえばですね、先輩アーティストの方がたくさん出る中、私たちもそこに交えて出演させていただくという形にが多い番組でもございますから、今日も本当ね、いろんな方々本当に緊張しましたし、本当に勉強になりました。最初ちょっとねこう舞台の私たちは上手の方にスタンバイをしまして、そこからね小林明さんのトップバッターこの、ね、歌から始まって、そこからなんと水前寺清子さんの流れという中、ワンツーワンツーとねやってきましたけれども、素晴らしい楽曲ですね。本当に名曲とはああいうことだという中で、誰もが知っている、そして、誰もが口ずさめるような楽曲ですから、
あ、間違いなく盛り上がりますよね。楽曲の中の歌詞で、ワンツーワンツー休まないで歩けみたいなあるんですけれども、そのワンツー部分がね、ともさんのレクチャーよくね、ライブでこうあっための動きとしてワンツーダンスみたいなのをやるんですけれども、それとなんかこう通ずるもありますねなんつってけんちゃんに言われましたけれども、やっぱりね、なんて言うんですかね、こう皆様が分かりやすくね、ダンスやったことない人も分かるという掛け声といえばワンツーですからね。やっぱスリーまで行っちゃうとちょっとね、分かんなくなっちゃうぞっていう人もいるんで、私ワンツーワンツーワンツーでやっております。まあそこからちょっと私たち、はけまして、僕と一佐くんが MC 席に座らせていただくとこういう流れがございまして、座りまして、歴代のオリンピック選手の方々が、ね、座ってトークするという流れで、私たちも後ろに座らせていただいたんですけれども、まあね、その V を見ながら熱くなりましたね。ね、本当に、まあ僕らの世代で言うと、やっぱりサッカー前園選手、やっぱりあのね、1996年アトランタオリンピックのあのシーンっていうのはね、すごかったですね。改めて見ましたけれども、もうね、すごかった。なんていうんですか、この、絶対勝てないと言われていたブラジルに、日本が挑み、もう守り抜いて守り抜いて守り抜いて、ワンチャンスを逃さずこう決めに行くというね。まあ言うても僕らのね、なんていうんですか、ダンス人生も同じようなもんですから、もう諦めずに守り抜いてチャンスが来た時に行くっていう、このね、なんか通ずるもんがあって熱くなりましたけれどもね。まあそんな前園選手が聞いていたという熱くなれというね、大黒摩季さん、もう本当に僕大黒摩季さん大好きで、もうそれこそ中学校、まあ、小中高とずっとやっぱ聞いてましたし、それこそトンとスキー場行く時も必ず大黒摩季さんのアルバムを聞いて、うちの家系全員好きですから、聞きながら行ったのすごく覚えてますね。その中でもやっぱ熱くなれだったりとか、今日吉田選手がリクエストしていたラララなんていうのもね、もうマジで名曲ですから、そんなねメドレーをやっていただいて、本当にもう俺ちょっと結構間近で見てたんですけど、本当に熱くなったし、やっぱラララに関してはジーンとしたし、もう会場もうお客さんバーって入ってるんですよ、あそこ NHK ホールって。もう会場一体でこうみんなでラララを歌うっていうシーンもね、もうちょっと感動的なもんがありましたね。さあそしてですね、その後もちろん工藤静香さんなんかも出演されてて、いろいろバーバーバーと歌いつつ、純烈さんたちも出てて、まあ純烈さんとはね結構ね、親交が深いですし、私ね振り付けもやらせていただいたりとか、僕とゆうやで、振り付けをやらせていただいたりとかしてね、進行もある中、ちょっとートーク席でおしゃべりなんかもさせていただいて、リーダーから、ともくんがいつもインスタで上げてるダンス動画、あれいいねなんつって言って、お褒めの言葉をいただいて、今日この撮ってるカメラ で撮ってるんですけれども、やっぱりこのレンズをね、試したいというがだけに私はダンス動画を撮ってるようなもんなんですけれども、それもちょっとね、そういう話題もリーダーと話したり、させていただいたりとか、もう工藤静香さんに関しては兄さんがもう立ってもうね拍手というこのね、立ってこう最後のハケまでこう見届けるというね、いいシーンもございましたし、やっぱりこう愛あふれる兄さんが画面上でも映ってたんじゃないかなというふうに思っております。そしてそしていろいろこうどん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 進んでいく中でね、やっぱりこう私たちチューブさんと最近コラボさせていただきまして、真夏の呪文というね曲を披露したんですけれども、チューブさんがデビューというか40周年という記念の年ですから、今年はコラボレーションの年にするという中で、私たちにお声がかかり、ね、一佐くんとも前田さんとこう親交も深い中、
シングルでこうコラボできるということで本当に素敵な体験をさせていただきつつ、その曲もね私とゆうやが2人で振り付けをしましたから、こういうタンタンタンツタッタタツタタッ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 タみたいな、誰でもできるこうねみんなでこう盛り上がれるような曲の中にこうね振り付けも花を添えられたんじゃないかなというふうに思っております。ぜひともね皆さんこれはできますからぜひ真似していただいて、テレビの前で、また披露することがあればぜひみんなでやっていただけると嬉しく思います。そうですね。そしてこうね、やっぱりこう兄さんと前田さんの歌声が本当に、素敵というかもう綺麗、なんかもう僕は本当に歌のことに関しては本当に素人なんですけれども、やっぱりこう素人目線から見てもやっぱりこうね合いますよね、兄さんと前田さんの声が。なんかそんなお二方のハーモニーと、もちろんね、バンドの皆さん、メンバーの皆さん、本当に素敵な、方々で、いろいろ楽屋の、ね、待合室だったりとか前室なんかでもちょっとお話しさせていただきますけれども、皆様本当に、気さくで、いい方で、もうなんかうちらみたいなもんを気にかけてくださり本当に、嬉しく思っております。またねこのダンスレクチャーというか振り付けをしてる時もね、なんかこうスタジオに入って和気あいあいで、このね手の形に関してもね、ジャケ写の撮影の時になんかこう俺とゆうやの中でちょっと手の形みたいなのをちょっとどうしようかなって迷っていた中、前田さんがなんかこういう仕草を結構やられてたのを見て、まあそれを見て2人でこれじゃないみたいなことが生まれまして、あの振り付けになったんですけれども、なんかそういう現場で出るヒントみたいなものをちょっと大事にしながら今回振り付けさせていただきましたけれども、楽しそうな感じが伝わればいいかなというところで今日の歌コンも楽しくやらせていただきました。本当にありがとうございます。いろいろおしゃべりしましたけども、その中最後にうちらのニューシングルのパフォーマンスをしたとこういう中、うたコンさんですから、生演奏的なこともありつつすごく豪華なステージを体験して、させていただいたとこういう中で、本当にまた呼んでいただけるんであればぜひとも呼んでいただきたいなと思います。ということでね、まあ NHK さんですから、まあ、どうにかこうね少しでもこう年末ね、大晦日なんかもねちょっとスケジュール待ってくれるかなみたいな期待も込めながらこうね、日々努力して、そしてですね今年は先ほども言いましたけどもオリンピックイヤーですから、オリンピックブレイキンの日本選手たちの応援も欠かさずやっていただき、ね、アンセムソングですから選手たちの成績によっては本当にね私たちの人生も変わるかもしれないっていうね中でこうやらせていただきますからね、応援していただけると嬉しく思います。さあいろいろババッと喋りましたけれども、こんな感じで、アメちゃんでは感想トークも定番としてやっていけたらいいかなと、特番なんかもちろんバラエティ関係出させていただいた時なんかもいいかななんて思っておりますし、いろんなアーティストさんと絡める時はそういうエピソードももしかしたら需要があるのかななんて思って、ちょっとやらさせていただいておりますでですね、アメちゃんは普段、僕の趣味を全面的にこうねお届けしている番組ですので、アウトドア関係、キャンプ、スノーボード、いろいろねほぼ遊んでおります。時々ダンスみたいなことにもなっております。いろんな方々ともねコラボちょっとね、企画今考えておりますので、ちょっとねその辺も楽しみにしておいていただけると嬉しいかなと思っております。そしてですね、アメちゃんぜひコラボしたいっていう方がいるとすればぜひオファーください。アメちゃんのですねメールアドレスありますから、その辺もねちょっともし、依頼、案件全部ノーは言いません、受けますという中でね、ぜひとも皆様
チャンネル登録、そしていいね、高評価、コメントも全部見ておりますということで、また次回次の動画で会いましょう。ありがとうございます。バイバイ。